エップウィンは電子辞書の標準形式。エップウィンのサブセットが JISX4081 日本語電子出版検索データ構造として制定されている。1987年、富士通家田岡正宏は自社のワープロオアシス100用の工事 NCD ロムを岩波書店、大日本印刷などと共同で制作し、この仕様をウィングと名付けた。 1988年に CD ロームの論理フォーマットである ISO 9660が制定されると各社はウィングを ISO 9660上に移しより汎用性を持たせたエップウィン規約第一般を制定。同時に電子出版物を共通フォーマットで推進することを目的にそれらを制作する企業で構成されるエップウィン。 コンソーシアムを1991年に結成した。この時に参加した企業は岩波書店、大日本印刷、突版印刷、富士通、ソニーである。電子ブックもウィング企画を元にして拡張されたものである。エップウィンは続々と拡張され、計6仕様とエップウィンに ST がある。エップウィン ST を除けば、それ以前の仕様は内放している。もちろん、 新しくなるほど高機能なわけだが、古い仕様であれば、対応している検索ソフトも多い。エップウィンの CD-ROM の基本構成を一家に示す。ルートディレクトリには、カッタラックスというファイルが一つあり、CD-ROM に含まれる辞書と、その構成を示す。単一の辞書ごとにサブディレクトリがあり、その下に、データと外字というサブディレクトリがある。データの下の本文には、 本文データや検索インデックスが含まれる。外字の下には外字データファイルが置かれる。外字データファイルのファイル名は製品ごとに異なる。企画が進むにつれ、ファイル構造も変化し、本文に、ホマン、ホマンズなどになっている場合がある。JISX4081 では、理論上は1ファイル約 190GB までの書籍が構築可能である。 エップウィンの主要な検索方法は以下の通り、ワイルドカードや正規表現は基本的には使えない検索ソフトによってはある程度対応している場合がある。電子ブックと違い、ワープロ専用機や汎用のコンピュータで使用することを前提にしており、読みだけでなく漢字でも検索できる。初期のタイトルでは音声が CDDA で収録されているため、 汎用のファイルシステムで扱うことができないが稀である。これまでにッ p w i n で出版された主要タイトルを示す。ッ p w i n は電子出版の共通フォーマットであり、様々な機種や OS 用に検索ソフトが開発されている。ただしソフトウェアによってはッ p w i n の上位規格のすべてに対応していないことがある。また、古いソフトは大容量辞書に対応していない場合や、 ユーザー側が開発した独自仕様である EV シップ、形式で圧縮された辞書に対応していないものが多く、ある。電子辞書検索ソフト、電子辞書ビューアーの一覧後継、派生企画については、仕様はオープンにはなっていない。ワンスウィンは、エップウィンの後継企画とされるものである。これは、マルチプラットフォーム展開、圧縮暗号化認証機能、 高速な全文検索を歌っているものの、最近はスマートフォンアプリとしてのリリースが多く、デスクトップ向けの商品は少ない。ロゴビスタ、電子辞典シリーズで採用されている辞書データの形式は、同社が g i s x 4 0 8 1形式を基本仕様として改良、発展させていったフォーマット。最新版では独自の拡張方式によりユニコードの表示にも対応した。 2007年5月現在、これらの仕様が統合へ向かう兆候は全く見られず、続々と仕様の乱立が進んでいると言える状況にあり、その結果としてユーザー側の利便性が大いに損なわれてしまっている。株式会社電子辞典は、株式会社システムソフトをスピンアウトした開発スタッフが2002年に設立した会社だが、同社の辞典シリーズは、 エップウィン形式でも派生仕様でもない、アトム形式なので注意が必要である。キーパーソンズメッセージ、ワンスウィンは小資源、高性能な最先端テクノロジー。日本電子出版協会。2012年12月閲覧。ありがとうございます。